警察から感謝状が送られたのは春名古屋の生徒らです痴漢や盗撮の被害は県をまたぐ長距離路線でも相次いでいるため愛知県警と岐阜県警が合同で啓発ポスターの作成を依頼し33作品の中から3つの優秀作品が選ばれました3秒で内容を理解してもらえるような風に作りました 愛知県内の痴漢盗撮被害は新型コロナの影響でおととしは大幅に減りましたが、鉄道の混雑状況が平年並みに戻ると被害も元の水準に戻ることが懸念されます。選ばれた作品は昨日から愛知県と岐阜県の駅などに掲示されているということです。